カトイラは、スペインガリシア州、ポンテベドラ県のムニシピオ、コマルカで、カルダスに属する。スペイン国立統計局によると、2010年の人口は3469人である。住民故障は、男女同系のキャトワーレンス。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は97.69%。カトイラは、ポンテベドラ県の北西部に位置し、コマルカで、 カルダスに属する。北から、東がバルガ、東から、南がカルダスでレース、南がビラガルシーヤでアであろうさ西がウジャカワを挟んでアコルーニャ県のリアン所の各自治体と隣接。自治体の中心地区はカトイラ教区のカトイラ地区。面積は2 9 1平方メートル自治体市長はガリシア社会党のアルベルトガルシアガルシア。自治体評議員は ガリシア社会党、6、ガリシア民族主義ブロック、4、ガリシア国民党、1となっている。カトイラワの教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。AB、ディースヤナー・ジングラフコ・エレストロドで、ガリツヤボリューム7、P191 から192、ジゲル・プブラケーションス、2009。 ISBN 978から84613581758、パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991、シフレスオフィシアルズでロースセンソスリスペクティボース、シフレスオフィシアルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ。ありがとうございます。